サービス、高橋サイド、西村サイド、今だけです。できるかな。今だけです。サービスサイド、相手の高橋や西村サイド。Yeah.
トゥーカとお揃いでこれで買った去年に。そしたら色がブルーになった。スタンドは上がんない方がいい。スタンドは俺上がったら先生でしょ。スタンドは上がったら先生でしょ。スタンドは上がったら先生でしょ。なんで上がったの。死ぬほど前じゃん。なんでスタンドに上がったの。相手の準備を決めた。相手叩くところできてるから自分が前進したら嫌われる。そう、よっぽどの自信がないですよ。絶対に取れる自信がないと上がっちゃう。めっちゃ自信あるんだけど。ファーストはフェイスラインで足元に答えてあげられんのかっつって。めっちゃ本気だった。やった瞬間にまたまたまたこれで前に行かなきゃ。セカンドサプじゃねえだろ。もう言うからだろ。セカンドさ、入ろうかな。レベル上げる。何するに対して横に入る。ストローク選手が横入るし、俺選手が横入る。セカンドさ見ないお前。いつも下にやってる。こうなっちゃう。これを見て。この前に付いてるんだから、ボールに対して頭を合わせると分かる。去年めっちゃ買った。ブーちゃん、花の身につけろ。お前のペアじゃない。俺のペアじゃない。俺もっと伸びちゃうから。もっと怖いし、6点が弱いじゃん。これ伸びてる。爆が起きたら16とかいい。
側に行ったら消毒力を狙ってます。この間、この間になる実は1ヶ月前でも消毒してるI'm sorry.
相手の手にアタックした。
ダブルパス。シグロブリオ。Thank you.
時間だろ。え？6時まで？